学習&経験を積むですね。まあこれはもう当たり前というか分かりやすいですよね。まあ言うまでもなくですけど、まあぶち抜くとか、まあ下克上するみたいな、そうなった時っていうのは必ず、まあその人の魅力とか、その人の能力って必要じゃないですか。で、この、まあ魅力っていうのを鍛えていくのって結構難しいと思うんですね。例えば面白系 YouTuber の人って、まあ人間的な魅力がある方すごい多いじゃないですか。で、僕が思うに面白系 YouTuber の方は、基本まあ結構ネジ外れてる場合とかも多いと思うんですよね。あとはなんかもう底なしで明るいとかっていうのって、まあ結構真似しづらいじゃないですか。で、僕自身は別にもともと自分に魅力なかったなっていうふうに思っていて、まあ別に今も魅力ないと思っているので、まあどうやったらじゃあ自分の価値を提供できるだろう、どうやったら自分の価値を上げれるだろうみたいな。って考えた時に、まあもう勉強するしかないじゃないですか。まあだから勉強していたわけですね。で、じゃあどんな感じで勉強したかっていうと、まあ基本的に、まあ普段も、今も別に毎日勉強していて、まあ読書したりとか、あとまあ YouTube でこうやって撮影して、まあ PDCA 回していく。まあこれ自体も勉強、まあ仕事、プラスアルファの勉強っていう感じでもあるんですけど、例えばその分かりやすいところとして、まあプログラミング学習していた頃とかだと、多分これが一番皆さんに参考になると思っていて、で、やり方はまあすごいシンプルですね。この間の動画でも少し話したんですけど、結論は、もう週末だけ勉強する。もうそれだけしか僕は当時やってなかったです。新卒の頃なんですけど、週末土曜日カフェに行って、あと日曜日カフェに行って、で、カフェでもう5時間ぐらい勉強する。もうそれだけですね。そしたら1週間で10時間勉強時間確保できるじゃないですか。で、これ1年間やったらもうそれだけでも人生変わっていくので、まあぶっちゃけすごいシンプルというか簡単だと思うんですよね。で、そんな